様のおられぬ時にこのようなことになろうとは。皆の者、相手はあのババアを倒した者だ。アナブルとテイタイに会うぞ。このアルモニカ城をゲリラの手に渡してはならん。今こそガルガスさんの誇りを見せるのだ。異国の騎士よ、どこの者か。なぜこの島の争いに関わるのだ。これは我々ガルガスさんとウォルスターの父祖の代より続く争い。縁しなき者の苦しではない。それとも貴公らもローディスのようにこのバレリアを望むのか。答えられよ。我らは国を捨てた者たちだ。故に自身の心情でこの若者らの手助けをしている。俺たちは傭兵の仕事を探している。あんたが雇ってくれるのかい。我々は我々の力のみでことをなすのだ。よそ者の力などは必要ない。なら話は簡単だ。公爵とやらを助けて褒美をもらうとしよう。金のために戦うのか、愚かな。ならばここで果てるがよい。無念だ。
そなたらのおかげで牢から出ることができた。重ねて感謝しようぞ。ありがとう。特にデミルや。そなたのようなモルスタの若き同胞に救われたことは実に喜ばしい。そなたは神が我々モルスタに使わした希望の使者に違いない。ウォルスタの未来は明るい。公爵殿下の無事を知り、身を潜めていた同志たちが次々と城へ集まっています。ガルガスタンが攻めてくるまで幾泊かの猶予がある。それまでに体制を立て直さねば。ところで異国から来た騎士たちは、事情は聞いたが、それはまことか？偽りではございません。我らは皆国を追われた者です。果たしてそうかな。例えばそこの王はいかがか。2年前、キデンダの王国が誕生した時、指導者の傍らには常に王のような先生術師がいたと聞く。ランセロット殿も聖騎士団の団長とか。そうした王国の立役者たちをキデンダの王はいとも簡単に手放すのか。そのような魔導士がいたとは聞きますが、私ではございませんな。ローディス教国がロスローリアンを派遣したように、キデンダゼノビア王国もまたこの島を欲しているのでは。違うというなら、その証拠を見せてもらおうか。公爵殿下、聖騎士様らは命を賭してこの戦いに力をお貸しくださいました。忠誠を誓うべき対象がいてこその騎士。我らはその御旗を探しております。貴殿の言葉はしかと証明してもらおうぞ。褒美を取らす。それとこの城の警護と兵士の訓練を貴殿に任せよう。御意。さてデニムよ、そなたの父はゴリアテの神父であったな。以前一度だけお会いしたことがある。聡明な方であったが、ゴリアテの君は実に残念である。父も、いえ、ゴリアテで死んだ人々も皆の敵を取ってくださいませ、公爵殿下。分かっている、分かっていると。しかしまずは目前の敵であるガルガスタンが先。そうだ、そなたらを解放軍の同志としてだけではなく、アルモリカの正式な騎士として迎え入れようぞ。騎士。そなたら若き英雄たちが騎士となれば、ウォルスタの結束は高まる。そして公爵直属の遊撃隊として活動するのだ。どうだ、引き受けてくれぬか。もちろん、仰せの通りに。いいんだろ、デニム。よろしい。では騎士団の名前をつけよう。この名はいかがでしょうか。良いな。そなたらの活躍を期待しているぞ。早速だが、南西のクリザローという町へ行ってもらいたい。この城の監督官であった史実師ニバスを、我が騎士団の長レオナールが追っているのだな。
思いのほか敵が強く手こずっているらしい。すまぬが、クリザローへ手向き、レオナールを援護してもらいたいんだ。頼んだぞ。さて、出かける前にこのアルモリカで兵士を補充し、武器や防具を購入して準備を整えておくとよいだろう。軍資金として3万ゴートを使わそう。それと我が配下の兵たちを何人かそなたに預けようぞ。お任せください。我らオルサのために必ずや任務を果たしてまいります。オルスターの若き英雄たちに勝利と栄光がもたらされんこと。君たちのおかげで雇い主が見つかった。ありがとう。おかげだなんて、そんな。こちらこそ感謝しています。これから公爵の部下の救出に出かけるそうだ。一緒に行くことができないのは残念だ。命だけは大切にするのぞ。たとえ負けたとしても命ある限り次の機会は必ず巡ってくる。命ある限り次の機会は。死んじまったらおしまいってことだ。もちろん僕らは死ぬつもりなんてありません。死ぬために戦うわけじゃない。生きるために戦うんです。そうだ。だがくれぐれも無茶をするなよ。はい。ゴリアテの英雄と呼ばれている若者か。公爵殿下の救出を深く感謝する。皆を代表し改めて礼を言おう。あなたは。私はラビニス・ロシリン、公爵殿下に仕える騎士の一人だ。レオナールを助けに行きたいところだ。他の任務があってね。残念ながらキコーラに任せよう。任せておけって。この城を取り戻したのは俺たちなんだぜ。本当にそうならよかったんだな。どういう意味だ。彼女のような騎士様がこの城の敵を引きつけてくれたおかげってことよ。ゴリアテの英雄なんて呼ばれてますが、それが僕らの力だけじゃないことはよくわかっています。勘違いしないでほしい。私はキコーラに期待しているのだ。長く続くこの戦乱を終わらせるためには皆の心を一つにしないと。キコーラの活躍は皆を勇気づけた。俺たちを英雄と呼び英雄に仕立て上げることも布石の一つって言いたいんだ。それが不服なら戦いに勝つことだな。自分の手で運命を切り開くのだ。ラビニさん、あなたも死なないで。殿下から軍資金を賜ったそうだな。出発する前に装備をきちんと整えるといいだろう。軍や魔法はもちろん消耗品も忘れずに。そうだ、消耗品はセットしないと使えない。忘れるなよ。上から見せるの嫌な女。